タカラベルモント株式会社は、大阪市中央区に本社を置く、リビオ機器、化粧品、医療機器等の製造、販売を行う企業である。1921年大阪にて創業。1931年より、リビオ部門へ進出以降、リオイス、ビオイスを中心に、シャンプー設備、促進機器などのリビオ関連機器を製造販売している。特にリオイス。 美容椅子の世界トップシェア。また関連して、頭髪用化粧品、エステティック関連機器、ネイル関連機器の製造販売も行っている。さらに、美容椅子製造のノウハウを活かし1967年より、歯科医療部門への進出も行っており、歯科関連では、歯科用ユニットチェア、レーザー手術装置、医療関連では、診察台、処置台、手術台、 産婦人科用分娩台などを製造している。なお、住宅機器メーカー大手の宝スタンダード株式、会社は1963年より宝ベルモントの産家であった。現在は宝ベルモント産家からは、離れているが宝スタンダードの主要株主の一つで、ある。大臨会の会員企業である。本社から、堺筋を挟んで、ショールーム TV スクエアがある。 2016年7月竣工、設計、思考は竹中工務店。白と青のリングがずれながらつながり、上階のまっすな白い壁面、エントランスの自由な曲面の壁等特徴的な、外観を持つ、当社のコンセプトを反映したアイコニックな建築。コーポレートカラーの大探査等が評価され、2018年度、大阪都市景観建築賞建築サインアート賞を、 受賞、ありがとうございます。